お仕事を務めご苦労様でございます。来週月曜日はこの十勝大橋に立って皆様方にご挨拶をお訴えをさせていただいております。民主党の衆議院議員石川智弘でございます。北海道第11区総支部代表34歳の石川智弘でございます。この十勝管内阿蘇野町で生まれ育ちました。私は地域が元気にならなければ国全体が元気にならない、これを表明をしてまいりました。昨年の3月27日繰り上がり当選をさせていただいて以来、国土交通委員会、農林水産委員会、そして環境委員会、それぞれの委員会でこの十勝、北海道地方の役割というもの、そしてその役割に見合った予算の配分をすべきではないか。昨年の参議院選挙で私ども民主党に多くの国民の方々からご支援をいただきました。そうした結果、衆参違った今民意が現れているわけでありますけれども、直近の民意は参議院選挙で示された民意でございます。そうした中、この税金の問題にありがとうございます、国民の関心が高まってきているということは私は喜ばしいことなのではないかなと思っております。ありがとうございます。私自身の活動をどうかご指導ご支援をいただきたい石川智弘からのお願いでございます。